糸満市西崎にある沖縄の新たな仕分け拠点の施設です。ご覧のように色が変わっている部分が増設されまして、これまでの面積のおよそ 2.5 倍の広さになっています。すべて一新された沖縄大和の荷物を仕分ける施設は、1階の荷さばきスペースがおよそ 2.5 倍、クール便を扱う施設も2倍になり、沖縄に到着した荷物をより多く保管できるようになりました。面積が広くなっただけではありません。大きく変わったのは、ここは荷物の投入口になってまして、県外から到着した荷物をそこに下ろして、下ろすとここの坂を上がっていきまして、上の方で合流するという形になっております。県内最大級のマテリアルハンドリング、マテハン機器を導入し、これまで手作業だった仕分けの自動化を実現したのです。スキャナーが荷物の番号を読み込み、各営業所ごとに自動で流されていく仕組みになっています。1時間あたりの取扱量は3000個から4倍以上となる1万3000個に伸びました。営業所で早朝仕分けをしなければいけないという方が集まるのが非常に大変だったんですね。作業が効率化されて、早朝の作業の方の人手不足ということは解消されるかなというふうに考えております。これまで各営業所で担っていた作業の一部もこの拠点でできるようになり、人手不足解消にもつながると期待されています。導入の背景にあるのは、 EC 需要など物流サービスの需要増加で仕分けが追いつかなくなるとの危機感でした。物量が増えても対応できるハードが整いましたので、あとはですね、もっともっと沖縄のお客様の、送りたい、受け取りたいというニーズに応えていきたいなというふうに考えております。離島県沖縄の暮らしの充実に向け、新たな仕分け拠点がフル稼働する予定です。